こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は社会保険労務士の宇都宮正人先生をお迎えして対談をお送りします。宇都宮先生、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、前回労災の休業保障給付についてですね、お話しいただきましたけども、今回はですね、傷病手当金をテーマにですね、はい、お話ししてもらいたいというふうに思っています。はい、この前回のこの労災保険の給付のお話については、はい、仕事中の怪我とか、はい、病気というお話でしたけども、この今回の傷病手当金はそれとまた違ったもの、はい、だけど、怪我とか病気の時に出るよっていう、はい、ちょっと違いがあるんでしょうけども、はい、素人には分かりにくいと思うどうなのかなというふうに思うんですけども、またですね、前回同様にちょっと分かりやすくですね、はい、素人にも分かりやすくですね、ご説明いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今回のその傷病手当金っていうのは、はい、健康保険から出ます、健康保険から出る、はい、で、傷病手当金って何なのかっていうことなんですけど、病気とか怪我で会社休みました、ありますよね、それ普通にね、はい、でその時に、いや、じゃあ有給申請して、有給からお金もらう、いわゆるお給料もらえばいいじゃん、有給消化しちゃって、もう欠勤になっちゃった、でももう非常に辛い病気になっちゃったっていう時に生活困っちゃいますよね。困りますね。そのお給料ない、お給料が払われないけど、いわゆるお給料を保証してくれるのがこの傷病手当金です。ありがたいですよね。はい、ただ、先ほど、ご説明であった、あとは前回説明させていただいた通り、労災保険から出る休業保証給付っていうのは、例えば業務中の怪我や病気、もしくは通勤で、怪我しちゃったり、そういったケースの時に労災保険から出るんですけど、この傷病手当金は健康保険というところなんで、持病とか、あとはプライベートの時間で何かあった時、怪我ね、怪我とか、病気もそうですよね、そういった時にそれが原因で会社に行けないと、それでお給料がもらえないと、言った時におります。なるほど。だから会社の時に怪我したとかだったら、それは労災だからそっち使ってねと、はい、そうじゃなくて、いわゆるプライベートの時のところが原因で、なった病気とか怪我に関しては、この傷病手当金が使えますよって、そういう、違いがありますよ、そうです、そうです。で、なおかつじゃないですかね、その当然だけど、仕事に行けないっていう状況である人がいると。そうです、そうです。だから、私も軽くね、これ、先生と話すので、勉強したんですけど、だから、その、1日だけとかではダメみたいな。はい、その日数があるって聞いて、そうですね、この傷病手当金、ある程度、重いって言っちゃ失礼かもしれませんが、期間を取って休まざるを得ない状況、なるほど、そういった時に、もらえる、お金っていうふうなイメージを皆さん持っていただきたいんですよ、なるほどですね。具体的には何日以上とか、この傷病手当金をもらうにあたっては、連続した3日間、がまず、必ずここで休みをフィックスさせないと、その先の4日からが傷病手当金の対象の期間という形になるんですよね。連続して3日休んで、プラスアルファの部分が4日目以降が出ますよと。なるほど。3日間、最初でも連続で休んだまないと、まずは始まらないという、そうですね。なんでかって言ったら、ある程度治療に要する期間があるような原因だと、そうですね、そんなに、3日も4日もそれ以上ってなると、それなりに重いというか、大きな怪我とか病気ですわね、この3日間のこれをいわゆる待機っていうんですか、ね、そうですね、この待機 の, 期間、待機期間っていうのは、考え方っていうのが、ややこしいというか、もう絶対3日連続であって、3日以上というわけじゃなくて、3日です、連続した3日があって、その4日目以降は、ここは傷病手当金がもらえる期間になるということですね。そうですよね、ちょっと見たんですけど、例えば2日間休んで、ちょっとこれ以上休んだらまずいかなと思って、ちょっと楽になったからって3日目出て、やっぱきついわって言って4日目休んだ、そうすると2行って1行って1休ん、1出て1休んだみたいな、で合計3日なんだけどダメですかって、これダメだと、これダメですね、ちゃんとでも変だけど3日間ね、そうですっていうのが要件になってる、要件ですね、
ここまあ大変ですよ。でも逆に言えば3日休ん連続休んで、はい、4日目頑張って出ました、はい、でやっぱダメでした休みましたっていうのは、はい、3日連続休んでるから、はい、1回いたらその次の翌月から休んでも出ると、はい、ここがね、はい、なんかこう面白いっていうか、なんかそうなんだって感じですよね。まあ、実際に、うん、イメージとしまして、うん、結構やっぱり重い病気をせ意識をしております、うん、なるほどですね。例えばそのがん治療とか、うん、あなるほど、そういうレベル、はい、うん、そうすると、まあ出勤できて仕事ができる時もあれば、うんうんうん、そうじゃない時もあるということです。で、まあそうですね、最近やっぱりコロナ禍の状況で働き方も少し変わってきたということで、はい、うん、テレワーク、リモートとかいろいろ言われてますけど、うん、いわゆる在宅で働けるような、環境も整ってますんで、うん、そういったことも意識をして、うん、こういったことを商業的に、うん、使いやすくしようっていう動きは実はあるんですよね。あ、そうなんですか。はい、具体的にそんな何かある、ね、違いが、ですね、うん、実はこの傷病手当金って支給が開始されてから1年6ヶ月の間しか出ません、うんうん、おお、1年6ヶ月が限界なんですよ。限界なんですよ。なるほどね、はいはい、でこの間に、はい、例えば3ヶ月間とか4ヶ月間働きました、うん、はい、でお給料もらいました、うん、お給料もらうんで、うん、ここの間は、うん、傷病手当金出ません、うん、でもそこからまたこう調子悪くなって、はい、うん、働けなくなっちゃった、はいはいはい、その場合はまあもちろん働けない期間は出るんですけど、うんうんうん、ただスタートして、スタートっていうか支給が開始から1年6ヶ月の間、うんうん、1年6ヶ月が経過したら、うん、それから先はもう一切もらえない。なるほど。1年6ヶ月間の期間の中で、はいはい、欠勤した部分に関しては出るけど、はい、出勤した部分に関しては出ませんよ。そうです。でトータルでこの開始してから1年6ヶ月で終了ですよと、はい、その後はもし欠勤しても、はい、まあ、そこに関しては支給されませんよっていう、まあ、ルール。そうですね、これ今現状というか、ね、はいはい、それがですね、はい、2022年、来年1月から変わります。まあ、あと少しですね。やっぱ1年6ヶ月を経過した時点で支給がやめますよ、うん、支給が、もらえなくなりますよっていうルールなんですけど、はい、これが変わります、うん、それはいい方向に変わるんですか。そうですね、これ治療されてらっしゃる方々に対してはいい方向だと思います、うん、というのは、うん、例えば傷病手当金もらってましたと、うん、でも、病気とかいろいろ体の調子が良くなった、うん、もしくはそのそれこそ在宅で働いて、うん、お給料がもらえる環境になったと、はい、ただまたちょっと再発、まあ、もしくは、うん、病状の関係で、うん、働くことができなくなった、はい、といった場合、うん、1年6、ま1ヶ月を経過したら今までだったらその先はもらえないですね、っていうことだったんですけど、この働いた期間、傷病手当金はもらえてないですよね、実際は。もらえてない、はい、ですね。でこの期間に関して言えば、例えばその1年6ヶ月経過してももらえるようになります。おお、それはありがたいですね。ただし通算という形になるんですよね。今までは経過で1年6ヶ月だったんですけど、うん、こう通算して期間ではなくて、うん、その支給の通算期間で見られるというのが、なるほどなるほど、来年2022年の1月からになります、うん、じゃあその1年6ヶ月の間に、例えば3ヶ月間は出勤しました、はい、その間はお給料もらってるし傷病手当金もらってませんでしたと、はい、いう期間があったけど、はい、まあ、1年6ヶ月以降にまたちょっと病状が慣れちゃって、はい、休む時には、はい、その出てた3ヶ月間はまたその後でももらえますという形、そうです、はい、そういうふうに法改正になりました。トータルで1年6ヶ月分が、まあ、支給されるという形なんですかね、はい、ちなみにこの気になる、はい、その支給される金額っていうのは、はい、どのぐらいの金額なんですか。これはですね、うん、計算式をお伝えすると、はい、あ、そうか、計算式やってると、はい、この社会保険入ってる人です、はい、まあ、厚生年金保険と健康保険、うん、でお給料に対してその等級っていうのが決まってるんですよね。等級が、はい、ですので、この標準報酬月額ってはいはい、はい、ありますね、うん、この標準報酬月額、うん、過去遡って12ヶ月分、うん、まあ1年間12ヶ月、はい、を見て、うん、それの平均です。あ、
12ヶ月の各月の標準月額、はい、はい、標準報酬月額の標準報酬月額の平均したお金、はいはいはい、の 金、金額が出て、うん、それを割る30、うん、割る30、はいはい、そうすると1日分が出ますよ ね、 はい、それの3分の2の金額の3分の2、はい、なるほどなるほど。じゃあその標準報酬月額の日額に計算した形の3分の2を、ね、計算の根拠、まあ、大元になるということなんですね、はい、あはなるほど。だからあの労災、うん、前回のお話の労災保険よりは金額的にはちょっと低くなると思います、うん、そうですね、はい、前回は6割と2割で8割でという形ですね、はいはいはい、でこれはなぜかって言ったらやっぱり前回の労災保険は業務が原因です、うんはいはい、でも今回は自分たちの死傷病ですから、うん、プライベートの部分とか、もともとあった病気と、うん、っていうことになるんで、うん、若干金額が違います、まあ、仕事中の怪我とか病気の方がやっぱ手厚くケアしようっていうのがあるということですね、はい、なるほどですね、まあ、最後にですねちょっとこの傷病手当金で、はい、まあ、なんか注意点があればぜひちょっとお聞きしたいんですけども、はい、はい、まずですね、はい、これあくまでも健康保険から出てるんで、はい、あの労災保険、うん、業務上のお怪我の場合は、うん、これ全然出ません。はい、それは労災でやってないです、ね、労災で、はい、はい、それとそうですね、例えば傷病で病気をして病気とか怪我で休んでます、うん、で傷病手当金もらってます、うん、例えばそういった方が、うん、女性の被保険者の方がいらっしゃって、うんうんうん、出産の時期と重なっちゃった、うん、ああ、はい、ありえますよね、はい、うん、そしたら、やっぱり出産でお金が、うん、お給料もらえないって時は出産手当金で出るんですよ、うん、で傷病手当金が出て出産手当金、うん、ダブルでもらえるのかって言ったらもらえません、うん、あ、それもらえないです、はい、その場合は出産手当金が優先的にっていうか、まあ、もらえるってことなんですね。そうですね、はいはい、あとは他の部分から、うん、例えば年金とか、うん、それこそその、労災とかが出ているケースは、うん、もらえないケースもあるんで、うん、そういった場合はちょっと注意が必要になりますので、はい、なるほどなるほど、はい、他の制度で、はい、こう手当とか、はい、そういったものがもらえるっていうケースがあったら、はい、まあ、重なってる部分に関しては、はい、出ないことがあるよっていうのは、はい、知っとやらないと。そうですね、どんな時ももらえてしかも二重でもらえるなんてことはないよってことなんです、ね、そういうことですなるほどですね、まあ、これは、ね、本当にちょっと制度的にもちょっとややこしさもあるし、はい、まあ、専門的な部分になるから、まあ、ある程度こう専門家に質問しながらだったとか、あとはまあ行政の方に確認しながら対応するということが必要なのかもしれないですね、はいはい、よくわかりました、はい、まあ、非常にこの傷病手当金、まあ、怪我した時にですね、まあ社員さんが、まあ、社長の立場からしたらですね、社員さんが困ったって時にはこういう手続きやるよってことを教えてあげると非常にね、はい、助かると思いますし、これはご自身でやることが多いんですか？これもですね、傷病手当金に関して言えば、うん、会社の方で、うん、例えば健康保険組合とか、うん、協会憲法に提出するケースが多いですので、大体、うん、ね、総務とか人事、うん、会社がやられるケースはそういった部署の人がやってくれますし、 あ、 あとはそうですね、社会保険労務士が社労士の方で、うん、提出代行ということでやるケースも結構あります、はい、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあご自身でやるというよりもそういった会社とか、まあ、専門のその社労士さんが対応するということが、はい、まあ、一般的だと、そうですね、ですね、はい、よくわかりました、まあ、ぜひですね今日のお話ご参考としてですねいただければというふうに思います。はい、非常にわかりやすかったです。そうです、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。